おはようございます。通学のともに朝から古文単語、本日はネタ詩を紹介します。この単語は物語作品なんかの心情表現にめちゃめちゃよく出てくるんです。必ず覚えましょう。一番の尺に触るとか悔しいという意味がダントツの出題率です。もともとの使い方が他人に対しての反発心、それが尺に触るですね。自分の行いに後悔するときは悔しい、いずれにしてもチキショーチキショーという気持ちを表すのがネタ詩です。現代語の妬ましいと同じような使い方はあまりしませんので、一番の意味を中心にしっかりと暗記すること。ネタ詩、意と意ね、この形でまあちょっと嫌な相手に向かってチキショー早く言っちまえよ、こんな感じの訳し方ができるとバッチリじゃないでしょうか。心情表現にとにかくよく出る、はあ、噛んじゃいましたね。チキショーっていう時にネタ詩を使ってあげればいいんです。ということで今日も一日頑張ってください。いってらっしゃい。